安美野尺投げの湯は、長野県安美野市穂高地区、穂高温泉にある日帰り温泉施設。当施設は、安美野市穂高地区において2016年10月3日に開業した日帰り温泉施設である。鉄骨構造の地上1階、地下1階建て、延べ面積は約1900平方メートル。給湯や床暖房の熱源設備としては、灯油によるボイラーのみならず、 干ばつ材や、松食い虫の被害を受けた木材を燃料として、活用できるボイラーも設置している。内風呂は、石の湯、木の湯の2種類があり、前者には大浴場、使用サウナ、炭酸泉、後者には大浴場、シルク湯、遠赤外線サウナを設置。これらを日替わりで男湯、女湯として提供する。露天風呂は、厚湯、ぬる湯を用意。貸し切りで利用できる。 家族風呂、温まらんの湯もある。その他、館内には、レストラン、有明庵や売店、多目的に使用できる大広間、有明の間、観光情報コーナーが設けられている。休館日は、毎月の第一水曜日。営業時間は9時30分から21時30分まで。安住の市民であれば割安な料金で利用可能である。 当施設の浴槽には厨房側の渓谷にある源泉から引湯した湯が張られている。泉室は下記の通り。効能は公式ウェブサイトから適応証を引用した。穂高温泉は1972年に厨房からの引湯により開け湯し、翌1973年、当時の南安住郡穂高町によって保養所、尺投げ層が設置。旅館や別荘、文化。 スポーツ施設を有する一大リゾート地へと発展していった。尺投げ層には隣接して温泉健康館、ホタカヘルスハウスが、また有、有明山のふもと、有明山の神社そばには、ホタカ老人保健センターが存在した。2010年12月24日、安曇野市宿泊施設等のあり方検討専門委員会が発足し、老朽化した各施設のあり方について、 検討を重ね、翌2011年4月に提言書をまとめた。これを受け、市は、シャクナゲ層、温泉健康館、小高老人保健センターの3施設を廃止し、新たに、安ずみのシャクナゲの湯を建設する計画をまとめ、2015年9月25日に、非公式を行い、翌2016年10月3日に開業した。同月の利用者数は2万4千人超を記録。 隣接施設のビフホタカに対しても、前年と比べ利用者数が1600人、増加するという相乗効果をもたらした。安住のシャクナゲの湯の建設費用は、約10億5900万円。開業に先立ち、シャクナゲ層、温泉健康館は2016年9月30日に、ホタカ老人保健センターは、翌2017年9月30日に廃止となった。 ビフホタカシャクナゲの湯の南隣、あずみのホタカ有明7751の位置に、ある農産物直売所。蕎麦打ちやお焼き作りの体験もできる。2003年7月5日開業。ビフはフランス語で、生き生きと、お意味し、ビフと読む。将来的には、道の駅化する構想もある。八面台をッシュシャクナゲの湯とビフホタカとの間。 安ズミノシホタ有明7750番地1にある足湯、安ズミ周遊バスの待合所に併設される形で設置されている。モチーフとなっているのは当地に伝わる儀式八面大王伝説。利用料金は無料で、利用時間は10時から20時まで年中無休。元は、 安住野四穂高有明7720番地のロータリー交差点脇にあったもの。1985年、魅力ある温泉地づくり事業の一環で設置した噴水を2003年に足湯へと回収。その後、尺投げの輸周編整備事業で現在地へと移転。2018年4月2日にリニューアルオープンした。ありがとうございます。